自分は今高参男子です無能です心配性な性格なのにそれを改善するための努力はできません今まで行動しなきゃいけないと思いつつも努力は一切できないままあ、このままで生きてきました心配の押しつぶされそうになっているのに努力ができません長所と言い合われる部分は学級委員会の出刑をしていることとコンビニバイトで店長に気に入られることぐらいです怒られるのが苦手なので店長の嫌いになっているわけですが自分を変えるため何をすればいいでしょうかまあでも努力ができるかどうかも遺伝なんで あの努力の遺伝子というのがあるというのが結構言われていてなのであの心配性で努力ができないっていうのは多分もうそういう性格ですとなのであの心配の源を多分考えればいいと思うんですよねでその心配だからそのじゃあ,先生あのコンビニバイトに言われたとそり店長に言われた通りやってるっていうのがあれば多分あのちゃんとした塾に行ってすげえ怒るタイプの塾に行けばいいと思うんですよね でその宿題やらないと怒られるとか点数が低いと怒られるっていうのでその怒られるのが怖いから勉強するっていうのをやると結果的にあの僕中学の時に怒るタイプの塾に行ってたんですけど 結局僕怒られてもあんまり宿題やらない子で最終的にあのその塾の国語の先生に首絞められて辞めたんですよね <laughs>。お前何でそんな宿題やってこねえのみたいなこと言われてなんかその宿題をやるという習慣が僕の中になかったんでなんでそのまあできないっちゃできないんですよ。なのではいあのその僕は怒られるっていうのがあんま全然気にしないタイプなんですけどまあ怒られるのがあの気になるタイプの人はそういうあの怒るタイプの塾に行くといいんじゃないかなと思います。